質問は、見捨てられ不安をどうしたら解決することができるのでしょうかと。ですね。仏教ではこの見捨てられ不安を偽情と言います。そして親鸞聖人は全ての苦しみの根源は偽情が元になっている、こういうことなんです。だから真実の世界に入ってくるとこの偽情の心が強くなってくるんです。じゃあどうしたらいいんですかと言うと、信じることです。全知識を、これはね、全知識を信じることです。信じるっていうことはどういうことか分かります？全知識は自分を見捨てることはない。違う、違う。全知識を信じるっていうことは、全知識の推しを信じる、信じることです。信じるってことは、この信じるってのは信心とまた別のもの、信心です。信心、信心、因果の努力を信じるとは思ったんですよ。違う、全知識を信じる、全知識を信じることです。これが一番大事なことです。で、全知識を信じるということは苦しい時に連絡を取るってことなんです。それが信じるんです。いや、迷惑じゃないかと、嫌じゃないかとか、そういう心が吹き上がってくるんです。うん、ね、だからそれは信じてないんです。信じるっていうことは、全知識はね、私たちを救うために存在してるんだから、うん、苦しい時に連絡を取っていいんだと思ってほしいんです。もともとその私は人付き合いに苦手な方なんで、はい、あんまり気楽にパーッとなんか話したり相談したりするってことはできない方なんですけども、これはまあ慣れの問題なんですかね。これはね、信じることです。すごくね、連絡を取ること自体が勇気がある必要なんです、うん、つまり私たちは疑ってるんです。迷惑じゃないかとか、嫌がるんじゃないかとか、やっぱり自分の感覚で見ますから、うん、自分だから見えるんだなっていうふうに思っちゃうんで、うん、そうすると相手も見えるね思い込みちゃいますね。そうそうそう、うん、だからここが難しいところなんです。うん、でも全知識っていう存在は本当に、なんていうんです、
いつ会ってもいつ接しても変わらない存在っていうかね、うん、何かがあったからこう変わることのない存在が善知者、巨木のような存在だ、うん、それに触れることによって、ああ善知識っていつも変わらないんだなって安心して議場が少し晴れるんです、うん、議場っていうのはね、もう自分が教えを聞いて進んでいくことのできない状態なんです、うん、具体的に支えてくれる人が必要なんです。まあ今現在まだ信じられていないっていうことなんですけども、じゃあ信じるにはどうしたらいいのかって。信じるのはね、もう本当にね今日の説法何回も聞いて勇気を振り絞って連絡を取るって。その勇気さえあれば、うん、いやこの勇気が大変だこの勇気が大変なんです。うん、まあ、実際今までその LINE なんかでもうほとんど私は送ったことはないんですけども、うん、それを頻繁に送れるようにならないといけないですね、うんうん、はい、これはね、一緒に住んでたらね、善知の方から声をかけてくれるわけ。うん、でも、一緒に住んでるわけじゃないので、より困難な道を進まなくちゃいけない。つまり、自分から連絡をするっていうことが必要なんです。それはどんなことでもいいんですか？はい。もう LINE ぐらいだったらね、なんでもいいです。例えば、今日はあまり気分が良くないですとか、そういうのを送るだけでも別に、ああ、いいです、はい、この議場に関してはね、はい、本当に心をかけてもらうことしかその抜け出す方法がないんですよ。で、私がやる、私っていうかこの聞く人がやるべきことは、こういう心をかけてもらえるように連絡を取るっていうことなんです、うん、信じられるようになっちゃえば、もうそういう不安っていうのはパーッと消えていく。そうですね、善知識という、うん、もう巨木が存在するっていうことを本当に心から信じられるようになれば、見捨てられ不安はなくなります。いわゆる世界中の誰かから見捨てられたとしても、全知識は私を見捨てないと信じられるからです。やるしかないですね。やるしかない。でもこれは本当にもうこういう教えなんです、うん、ね。こういう教えなんです。ミスラレフアンっていうのがもう最後に残るもう根本的な問題なわけです。これをね、
その阿弥陀仏の救われた人はその阿弥陀仏が支えてくれることを通して進んでいくわけです。でも聞いてる人たちは阿弥陀仏が支えてくれるわけじゃないので全知識が支えてあげなくちゃいけないんです。今現在でも実際に宇田さんとそういう頻繁に連絡取ってる方って いるんですよね。それはいます。それは初めからも議場が少ない人です。あ、そうか。じゃあ勇気を出して連絡をやっていけば、うん、事情は減ってくるってことですね。そうです。わかりました。ちょっと勇気を出してやってください。勇気を出して、はい、連絡を取ってください。はい、はい。